ませんから。あ、そうなんですね、はい、自分の点だけですからね。なるほどね。さあ、変わってはカナダのペアになります。アナベル・ラングロアとパトリス・アーシェット、女性21歳、男性は30歳です。このペアも女性の方が胃腸に来る風邪をひいて、ちょっと体調が思わしくないということです。もう世界的になんかインフルエンザとかそういう風邪とかでですね、みんな体調崩してる選手多いですね。そうなんですね。ドーピングの問題がありますから大変ですよね。そうですね、もう薬を飲めばそれが今度はドーピングで引っかかってしまうということで、当然そういう対象にならないものをみんなドクターやなんかちゃんと用意してるんですけどね、なかなかそれがうまく合うかどうかですね。このスロージャンプは素晴らしいですね。グランプリシリーズでは活躍してましてね、でグランプリファイナルへ出場できる資格を取りましたからね。そうなんですね、国内の成績とはまた別なんですね。なかなかそういうところは面白いですね、これはもう原点ですね。誰ともでしたね。そうですね、このスピンの入り方、フライングスピンの入り方ですね、入るときはこういう入り方もいいと思いますし、それだけ難しいわけですね、バランスを取るののアナベル・ラングロアとパトリス・アーシェットでした。まあ、このペアの特徴っていうのはそれぞれのエレメンツに入るときに非常にスムーズに入ってそれで出ていくんですね、はい、準備動作があまりない、ですから非常にスピーディーでシャープに見えるんですね、まあ、それが特徴ですね。この2人は98年から組んでいます。昨年のこの四大陸選手権では第2位銀メダルを獲得しました。どっちかというと国内の準備より、まあ、外へ出た時の方がいいペアなんですよね。そうですね、非常に面白い結果を出してますね、今回もカナダの国内選手権の時にフリーで失敗をしてしまって第2位ということだったそうです、グランプリファイナルでは2位、3位、3位ですもんね。そうですね、非常に安定してますよね、2年ぐらい前から比べると非常に技術的にもしっかりしてきましたしね、それと同時にやっぱり男性の方が強くなりましたね。前はどっちかというと男性の方が後半その何て言うんですか、力負けじゃないけれどなくなってきちゃうっていう形でですね、もう一つだったんですけどね、今これ
ソロのジャンプなんですけど、男性の方が両手をついてますね、はい、あれはもうついてなければもう転倒するのと同じようになりますから、減点としてはもう転倒と同じような減点になってしまう。で、女性の方は片手なもんですから、はい、まあ、片手でももう軽く吐いた場合と、それからもうやっぱりよいしょって支えてる場合とでは違うんですけどね、あのやっぱり減点としてこれはやっぱり大きい減点になりましたね。ショートプログラムの場合、そのエレメンツによって一つずつ細かく大抵分かれてるんですね。そうですね、あのジャンプの場合でしたら両足着氷の場合でしたら、あのペアの場合だったら1人だけだったら 0.2 とかね、あの2人だったら 0.3 とか、それと同時に転倒の場合も1人だったら 0.3、それから2人だったら 0.4 っていうような形でなりますので、ね、ミスをするたびにそれが引かれていってしまいますからね。そうなんですね、減点法ですからね、まあ、6点満点から減点されるので、6点っていうのはもう完全無欠みたいなもんですから、はい、それと5点台っていうのが特に優れてる、それからもう4点台がやっぱり優れてるっていう形ですんでね、まあ、4点台と5点台でもすごい違いがあるわけですけれど、4点台ではやっぱり良い方なんですよね。エレメンツの得点が出ました。下が 4.4 です。上は 5.4 まで出ています。どうしてもあの減点がありますのでね、もう0コンマ4を減点している人は当然いると思いますね、はい、そしてプレゼンテーションです。こちら4点台が1つだけになりました。上は 5.8 まで出ています。あの全体の流れとかですね、その表現とかそういうバランスが取れてますからね、やっぱこれも割れてますよね。そうですね。非常に技術的な面を見る審判とかいろんな見方でちょっと違ってくるのがありますね。で、特にペアは2人で演技しますからね、その辺が非常にやっぱり